ズと中沢の事件は1998年の出来事。調子を落としているカズに意気込む中沢。本人曰く 180% の力で言ってしまったようです。ブラジルでは練習から本気でぶつかっていくのが当たり前。中沢は自分と同じブラジル留学をしていたカズならそれを分かってくれるだろうと、カズを本気で削りに行きます。カズは途中で、ちょっとマーク厳しいだろ。ふざけんなよ、と叫ぶ。それでも中沢は引くことはせず、これがサッカーでしょ?と生意気な口を叩いてしまいます。その発言に切れたカズは、中沢のボンバーヘッドを掴んで、こっちは怪我してなんねえんだよ。と、髪を掴んだまま振り回します。あまりの突然の出来事に、中沢はちゃんと謝罪しないまま、その場は終わったと言われます。カズが変わった髪型の選手に、自分にガチで当たってくるのに腹を立てて、頭髪を掴んでピッチサイドに引きずり出した。まだサッカー界では無名の中沢は、キングカズを本気で怒らせた男として、名前はすぐに広がったという。